こんにちは。今回はワンダーランドドリームズの PV が、まあ、海外の方で、まあ、なんか紹介されたと、まあ、第5弾 PV が、まあ、公表されたみたいなんで、まあ見たい方は見てもらったら、まあ、調べれば多分どっかに出てくると思うので、まあ、見てもらえればいいかなと思うんですが、まあ、その PV の途中で、ワンパイアのレジェンドらしきものが映ってると。でまあ、ネクロの可能性もあるんですが、でこれがもしかしたらレジェンドじゃないかっていう風に噂になってます。で、まあ、もしかするとまあ、テンペストオブザゴッドの時の鎌使い、シルバーカードだったっていう、あの PV に映ってたのが強そうかなと思ったのがシルバーカードっていうのがあったんですが、なんか雰囲気的にレジェンドカードの気がするよなこれ。でなんか10コスとか9コスとか結構重いカードの気がする。でワンパイアのレジェンドあればもう5コス6コス7コスあたりは結構出てるから、そろそろ8コス9コス10コスあたりの、レジェンドカード出そうな気がするんですよ。だとするとこいつはかなり、期待できるっていうか、これ結構やばいカードな気がするな。でまあいろいろこう他のカードは結構バハムートの、カードから、まあ、分かるみたいなんですが、このカードについてはまだ名前が判明してないみたいで、バハムートからの検索では引っかからないからオリジナルカードになるのかな。とりあえず、恐ろしいカードであるってことは間違いなくて、まあ、このカードについてなんか最新情報っていうか知ってる方いましたら、教えてもらいたいな。でリンゴからエッグトマトが汁出てるわ。あちょっとえぐいよな。まあ、まあ、多分こいつ強いと思うから、実装されたら多分またユーザーが狂気乱舞してしまうとは、思います。あまあ、この、リンゴ食ってるやつが何かっていうのを、教えたら、リンゴ食ってるからなんか赤ずきんの、息子の子供じゃあ娘の子供の椎茸の汁そんな感じなのかな。まあ、要はからんわ。とりあえずこいつが結構恐ろしいカードっていう風になってるので、まあ、皆さん期待して、今後の続報を待っていこうかなと、待っていきましょうか。はい。